はい、じゃあこんばんは。こんばんは。じゃあ、はい、じゃあ早速もう自己紹介させていただきます。はい、じゃあ僕からいきましょうね。はい、じゃあコール青に出演している、ペンギン役の直鹿です。よろしくお願いします。いつか桜通りでに出演してます、トール役の大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大輔さんはスタッフパーティーショーのメンバーだ。はい、そうです。スタッフパーティーショー東京のメンバーで、旗揚げの時から参加させていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、メンバーですかね。スタッフパーティーショーのメンバーですか。はい、ではなくて今回の映画でゲストの出演をさせていただきますね。はい、よろしくお願いします。今回の映画誘われた時の、気持ち、気分っていうのはどんなものだったんですか。ね、そうですね、私が作品出てる作品はお芝居の方でも何度かやってて、で同じ役を映像でもやらせてもらうってことだったので、すごく思い入れがあって、お願いされた時とても嬉しかったっていう気持ちです。はい、なるほどですね。いかがでした。あ、もう今回この演技をするぞというのがもう初めてのことなので、まあ、すごいもう、わあ楽しみっていうのもある一方ではものすごい不安があって、これ大丈夫なのかなと思いながら、なんとか乗り越えてまいりました。最初は本当に緊張しますよね。緊張しますね。じゃあ今ここから、じゃあ今回の作品のテーマはどのものだと思いますか。そうですね、基本的にはラブストーリーなので、純愛とかそういったものがテーマなのかなと思うんですけど、恋愛もそうなんですけど、こう人生でこう選択しなければいけない時ってたくさんあって、でそれでこうたまに間違えたりとかして後悔することもあると思うんですけど、その後悔を乗り越えるために何をするかとか、こう後悔をしないためにどんなことができるかみたいなことがテーマになって、その後悔を乗り越えた先にあるものっていうのが見れるんじゃないかなって思います。はい、なるほどですね。テーマはどんな感じですか。コールアオーですね。もうなんとなくこうコールっていう字から分かれる、はい、もうなんかちょっと偏屈なような、はい、男がこういろんな出来事など人々と関わりの中で心を溶かしていく、このまあ心変わりですよね。人と関わること、物事と関わることでどうやってこう人間の心が変わっていくのかな、まあ、それが恋愛だったり、まあ、生活の中だったり、本当さまざまなことを自分がどう取り入れて変わっていくのかっていうのがこの映画の中で見えたらいいかなと思います。深いですね。当たってるのかな。はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあ気になる作品は、はい、そうですね、東京の方でやってた美しい人っていう作品なんですけど、出演されてるアンジさんっていう方がいらっしゃって、同じ東京の、スタッフパーティー賞東京のメンバーなんですけど、すごくエンターテイナーで面白い方なので、その演技、その方の演技がすごく興味がある。はい、なるほどですね。はい、気になる作品は、僕は本当に自体だけで、タンブリンライフ、全くどんな内容なんだろうっていうのがまず確かに、想像がつかないのと。じゃあ私からいきます。はい、今回その演じた、キャラクターをやってみて、どんな気分を、ですね、実は普段の僕はあんまりこうはっちゃけない、まあ、楽しんでわーってやるんですけど、常にハイテンションっていう感じではないので、はい、それを持っていき方っていうのがすごくこう逆に難しかったですね。結構こうパワー使いますね。パワー使いますね。もう酔っ払ってる時なんかっていうのは全然いいですけど、そうなんですよ。それをナチュラルで持ってくるっていうのが、なんか逆にそういう人羨ましいなって思っちゃったりしますね。なるほど、はい、どうでした。そうですね、まあ、さっき言った通り、その恋愛のお話なので、こう何ですかね、その人の人間性だったりとか、その強さみたいなところがすごく私のキャラクターは感じられて、で自分自身はそんなに強くない人間なので、そこまでこう一人の人をこうすごく
思って愛することができるのがすごいなって思いましたし、自分もそういう人になりたいなって思いました。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。